信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海の恵みは川や道を伝い信州へと運ばれます。長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。ここは松本市を流れるすすき川。7月20日地元のエクセラン高校環境科学コースで学ぶ 2,3 年生が清掃活動を行いました。海と日本プロジェクトの一環として全国で開催された海でつながるゴミ拾いです。エクセラン高校環境科学コースでは河川の植生水質調査や里山調査など環境保全活動に取り組んでおり、この川の清掃も日常的に実施しています。以前より少なくなったとは言いますが、やはり川の中や河原にはさまざまなゴミが捨てられていました。肥料とかが入っている白袋とか、あとゴムとブルーシート、こんなのがあります。お菓子の袋とかびっくりしましたよね。こんなところに流れ着いてるのかと思って。およそ1時間で多くのゴミが集まりました。参加してくれた高校生たちは海をきれいにするためにも河川清掃を続けていこうと考えています。海につながる、川のゴミを今ここで食い止めることによって海がきれいになっていくっていうのも、みんな一応思ってやっています。次の後輩たちの世代も、どんどん掃除をして住みやすい川にして、きれいな川にしてほしいです。県内の海でつながるゴミ拾いには他にも上田道と川の駅おとぎの里で行われたものや、アウトドア体験を提供する会社による犀川川下り清掃、松本市の専門学校未来ビジネスカレッジによる田川の清掃、岡谷市のボランティアグループ諏訪湖ボーイズ&ガールズなどによる諏訪湖清掃がありました。ご協力ありがとうございました。海と日本。